お前が先手だよろしくお願いします対局開始いらしゃいまさですさあ今日もね初心者の方、ね、え、旧、ー、医者の方にも分かりやすく楽しく居飛車を実況していこうと思いますのでぜひね、えー、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたしますさて今回はお相手の方が居飛車なんですがえー、っとまあ居飛車は居飛車なんですけどどういう居飛車なんでしょうね 早繰り銀得意って書いてたんで、まあ、早繰り銀で来るのかなっていう予想はしてるんですが、あ、でも違うね。なんか右翼系なのか、腰掛け銀でゴリゴリ来る感じなのか。まあわからんけど、一旦まあ雁木の構え組んどいて、あ、でもこれは腰掛け銀模様の気がするね。そしたらどうやって駒組みしていくべきなのか。 早くンにしてもいいけどねあの格闘を攻めるために3六風から1.2 3ってかけてやってってで格さばかれちゃうからでもそれは微妙なのか普通に考えたらまあ5六風からやっとくんかなまあそうっすねまあ腰掛け銀型俺も作っていくのも全然あると思うしね いや悩ましかったけどああでもそこ止めるんだ止めるってことはこれは愛雁木の匂いもするんだけどどうやってくるんだろうねまあ一旦様子見ますかきっと持久戦になるって俺は予想してるんですがまあ上がってってあれも雁木ですね珍しいな。 で俺は相コ仕掛け銀にするつもりがないのでまあ桂馬跳ねてって右玉かな多分右玉がいいと思いますねなんとなくしんまあ飛車下がっといてで歩突いてでこっち行こう。 どこまで決めるかなまああの銀狙っていくって意味だと玉もう一個囲ってみたいなのは全然あるんかなあの中飛車に振り直してみたいなのはありえるかなとかまあこっち寄っといてうんまあ銀を追い返そうって話なんですよね。 6五歩5五,五歩は効かないと思うんだけど6五歩5五,五歩6六,六歩同銀うん6五銀同銀同桂6六,六角6八角6八かな。 いや振ってきたねまあでも中飛車にしてもいいしか試験飛車振って取り込ませて同銀6号風ならまあ下がっといて次の5号歩狙うとかあるし相手が右試験に振ってくるんだったら右試験に振ってくるでまあ6号風でどうなのって話か6号風同銀5号角かな 5五歩もやってみたかったんやけどな5五歩いけるんかな5五歩6六歩同銀6五銀同銀同桂いやそれでなんかどうなんだろうなちょっと分からんのだよなということでおとなしくいくならこっちなのかな <laughs> なんか右玉なんだけど四間飛車みたいな戦いになってますね ま、相手の囲い的には飛車に弱いんで、なんか飛車の裁き合いとかはやりたくないと思うんだよな何してくんだろうね、これ。7五歩は同歩でしょ ?7 五歩は同歩。6六歩、同銀。7六歩。8八、角。8六歩同歩同飛車。んま、あ勢いよく攻めてきてるのはいいんですが、 何の読み入れてるんだろうね4五歩どっかでぶち開けてくるみたいなのは気にはなるんだけどまあ同歩で取っといて傷になるか4四桂とか打ちたいよねはあ同歩で同角もあるんかな 同歩6六,六歩同銀8五歩5五,五歩6五歩5四まあ取るんだろうけど普通に書くのがいいのかな書くった時にどうするんだ6六,六角も見せてるからね取って6六,六歩同銀4五歩同桂 ぶったいやぶった切りはさすがにねって感じだからで角の打ち込みは強いからぶっちもさすがにないと思うんだよねどう角かな飛車ぶった切りたいなら8八いや2二玉を言えんといかんと思うんだが。 6五歩なら5五,五銀かな6五歩5五,五銀同銀同銀みたいな感じでさばいていくのが良さそうに見えるこっちじゃない <laughs> もし6三銀って下がるようだと4、まあ、五歩かな4五歩同歩同桂で角どっか角が2二,二逃げると5三桂成があるからね。 俺は勢い出てきますまあだから取るしかないんだろうね。取って取ってが多分本筋だと思うんやけどその銀どこに使いますかって話だね。8 5まあ取って8号銀は6六角とかでいいよね。 8, 5, 6, 6角やしまあそれは部分的にやりたいが K ジャンプで4四角になるんでしょ5五角はダメよんこれ K ジャンプすると何が起こるのこれ4四角の一点になると思うんだよねまあ角は通ってきたんだがまあだがだがって感じよね そうよねそうなるんだよなので <laughs> こっちも7一入れとくか7一 k から5四風狙っていくのかな7一 k 3三 k 5四風 同銀かな同,銀か同歩か分からんけど何にせよですねそうやって狙っていきたいところではあるよねいきなり突っ込むのあるんかな桂る同角なら同角同金で6二角とかあるんかな 交換は二角も打ってみたいしねまあ一回力貯めるんかなでぶった切って角打ちはどこに打つのって話だからさすがにないでしょまあ力貯めるか8五、OK、k は重いんで6五桂ジャンプーでまた力足されるよって話よね。 受けるなら6九飛車でも受けただけやからなあ。とねタイミングよくね2四歩同歩2三歩成ッと来たいな。なんか弱体化につながるんで。 うん、うわ、ぶった切ってきた。うわ、それはマジか。え、でもそれはさ、やりたいのはわかるけど、いや、これ2四歩入るでしょう。ん一回2四歩入れるよ。で、ここ、対路封鎖しといて。いやー、取ってきたわ。え、これどうするこれ。 個人的には飛車を下ろしたいんだけどすぐ下ろすと得なのかそんなのかって問題があってまあでも5一飛車を下ろしたいかな5一飛車例えば避けるって2二は銀打ちがあるからダメでしょ3人に避けるのはまあ桂成が入るのか。ということで相駒の一手になると思うんだけどそれはそれでまあ桂馬な ててって話もあるしねでもそれって決めすぎなのかな分からんなまあでも桂馬が生きとるうちに何かせないかんよなって話はあるからまあ下ろしとくか角のポジションが嫌だななんかあのん <coughs> 9一の香車を飛車で拾った時にちょっと気になるんだよな。いやーこれいいと思うんだけど勝ちきるためにいい手がさせるかまあいい手というか普通の手がさせるかってことですね。 いや、かといって、ここで銀を埋めるようだとなかなかっていう感じで。まあ、そこ風になるよね。まあ、これはでも鳴らしてもらうんかな。まあ、今、得できるなら得しとこうって感じかもしれん。で、また、なった手が、あの、飛車成った手が銀と角に当たっとるんですよね。それどうすんのって言われるから。 これは調子いいと思うんだけどなもうちょっと攻め駒欲しいけどねああね <laughs> こういうのはすぐに取らない方がいいのかな一回こうやっとく でも3人金の形がちょっとどうなんかななんか逃がした感じもするんだけどまあでもそれは4三ってやった時に結局戻ってくることになるからその1って何だったんですかって話になるかだから3人金はやりにくいはずなんだが。 これ普通に5三金があるんかな 5, 3, 金不なるかできんからやばいんかなほ、うんとかん ?5 三金不なる角外されて金ャッといやそれはいけるか5三金は不なって飛車外されて金銀取った手が詰めろやから逃げる必要性は別になくてって話なのかまあそこまで決めさせてもろてからまあ金剥がしとくんかなそこ歩打って だったらさあ。硬いけど、攻めなくなっちゃうよ。なので、四五強打ちたいね。四五強、結構きつくない。で、これで竜頭強者銀金。まあ、四枚の攻めなんで、繋がるし。六五桂がまたね。桂馬さばけるし、飛車もなんか、なり込めそうだから。どうなのって話あるんだけど、二六桂気になるね。 2六桂は2七玉ってかわすのかな二えっ3七の方がいいのかな3七にかわしてどうかうーんなんだそれ3五歩ってなんだそれ分からん分からんけど4五香は打ちたい あー分かったかもこれね5四5六角みたいな感じを狙ってるな俺多分軽打ち <coughs> それは防いでるだけやから別にって感じもするんだけどジャンプしたいと言って 言ってるんだろうね飛車真ん中に回っとくかであの角の筋防いどいてっていう何がいいんかな銀とりあえず取って銀打つか4三銀打つかで角と詰めろ角取りみたいな。 うがいいかもしれん、うん、まあ取っとくか取ってで銀打ってこれ詰めろ角取りですそうよねでこれを取って同玉しかないんだよねで角打たしてもらおうか。 ひえかくなっとくんかな書くかくなっとくか。 いや局面いいんだとは思うんだけど着地が難しいな飛車ツ変えてねえのが気になるなまあ桂打って玉のひも外れると3人の銀が取れるんでそれはないんだよね まあ取って五六角はくらってもね多分大丈夫っすね取るかかわすかいや取るんだろうなかわすとなんか危ない気がするわ取って取って何してくんだこれ桂打って金か大丈夫かこれ本当に 上にかわす強射こっち角大丈夫やけどふーたれてこっち行って角くってやっていやーこれ一応詰めろなんだけどね向こうもこっちが詰まなければ大丈夫なんだが分からんね取るとなんか毛から危ない感じもするんだけど毛打って金でしょギリギリ大丈夫だと思うんだけどな桂打たれて上行って角 まあ大丈夫かこっちよけるかいや分からんかった。一応詰めろなんだよ。銀金から詰めろなんだよね。で、今日うちもかわしてると思うんだが、2五日もかわしてるように燃えるんだが、いやー分からん。 2五香3六それ3六でしょでこっちよけるしかなくていや中央が広いからすまんとは思うんだがはいありました はい。いかがでしたか今回ね、えー、右力の戦いやっていきました。ぜひね、えー、高評価、チャンネル登録していただいてですね、次回の対局も楽しみにしていてください。ということで本日もお疲れ様でした。お会いしょ